君の一万字インタビューがマジでやばい。超感動する、これ。ガリガリ。どうもザリガニでーす。はい、ということでちょっとね、カメラを変えたのよ。カメラを変えたところなんか画角が落ち着かないのでね、ちょっとこういう感じに、ソファーに座って話すような感じに変わります。よろしくお願いします。そして見てみんな、髪の毛をちょっとね、カットして染めてきました。これわかる？黒色に見えるかな？ブルーブラックっていうなんか、透明感のあるね、黒髪にしてもらったの。よくない？もうこんな前髪パツオになりました。みんなよろしく。前髪パツオです。うん。はい、ということで今回ね、明星っていう、まあ、ジャニーズが主に載ってる雑誌を買ってきたのよ。ジャニーズが主にっていうか、これジャニーズ雑誌なのかな？買ったことないから分かんなかったんだけど、今回岸くんが一万字インタビューっていう、めちゃめちゃもう岸くんのことをインタビューする人がいるよ、岸くんめっちゃ答えるよみたいな、そういうインタビュー形式のものが一万字この明星の中に入ってるってことで買ってきました。ちなみに明星はいくらだ？ちょっとクレジットカードで払ったから無料なんだけど、あ、税込み770円です。よろしくお願いします。ちなみに明星初めて買ったんだけどさ、すごいね明星って。もうほんとね、全グループっていうの？ジャニーズ WEST、セクゾ、キンプリ、ストーンズ、なにわ SnowMan、ジュニアたちのその顔とかその写真っていうの？写真とか、インタビューとか、言葉とかがいろいろあって、これめっちゃ良くねって思ったんだけど、すごいいいですね、あんまりさ、グッズとかって1年に2、3回とかしか出ないじゃん。これ毎月のグッズやん。めっちゃ良くない？ということでね、そういう話は一旦置いといて、今回、岸くんの一万字インタビューがあまりにも良すぎて、うわ、これは岸くんがリーダーたるゆえんだわと。やっぱ岸くんは人間としてもすごい素敵だし、パフォーマーとしても、アイドルとしても、King&Prince のリーダーとしても本当にすっごいんだなってことを改めて感じたので、今回ちょっと文章を読みながらね、感想を言っていこうと思います。で、今回、内容を 100% ネタバレとかはしなくて、その一部だけ俺がちょっと気に入ったところとか、岸くんすげえなーって思ったところをちょっと言ってくので、雑誌買う予定でネタバレしてほしくないよって人はいつか読み終わった後見てこの動画で、その雑誌の一部を切り抜くこと自体はその著作権的には問題ないことなので、そこら辺はご安心してください。雑誌の中身をバーン、岸くんこんなこと言ってたよ全部見せちゃいます、バーンってのはアウトなんだけど、引用っていうのかな、多分学校とかで習うと思うんだけど、引用とかってこと自体は大丈夫なので、そして気に入った方はね、買ってみてください。ということで、なんで俺が岸くんすげえなーって、やっぱ岸くんは人としてすげえんだなーって思ったのが、岸くんって基本的にはすっごい謙虚な人間なのよ。ただたまにその、うん、それは謙虚なの、むしろバカにしてないみたいな、岸くんの天然から発動される言葉が結構あるんだけど、どうして岸くんってこんなに謙遜してんのかとか、どうして岸くんはこんなに優しいんだろうってのが分かったところとしては、これね、岸くんの家庭環境があると思うんだけど、岸くんって父子家庭なんだって。そのお父さんが一人で育ててくれたっていう父子家庭みたいなんだけど、そのお父さんから勉強とかもめちゃめちゃ大事だけど、それ以上に人との関わりがすげー大事だぞっていうこともあって、腰を低く生きなさいってお父さんに言われてたんだって。だからもう腰高くというか、まあ図が高いというか、俺は偉いんだぞ、俺はアイドル、俺は最強とかじゃなくて、岸優太です、よろしくお願いしますみたいな感じで、こう誰にでもこう腰を低く、年齢だったり経験だったり知識だったり関係なく、誰にでも優しいってのがやっぱ岸くんの中にあるんだって。しかもそれってさ、見てる側もわかるじゃん。そこがやっぱりね、岸くんのいいところだなってのが思ったりとか、あとは育った環境というか、お父さんの育て方がすげえなって思ったのが、とにかくお父さんは仕事が忙しくても家にいる時は遊んでくれたりとか、料理はめちゃめちゃ作ってくれたっていう愛情を感じるし、それ以外にも岸くんって結構飽き性なんだって。雑誌の中で見るといろんなスポーツをやってきて、これやってはやめて、これやってはやめて、これやってはやめてっていう感じで飽き性だったらしいんだけど、親父は俺の飽き性というかやめ癖を知ってるんで、すっごいお願いしないと新しい習い事をやらせてくれないんですねって書いてあったのよ。つまりお父さんは、やるからにはちゃんとやれと、しっかりと貫き通せと、ただやるからにはすっごい応援するよっていうのが岸くんのお父さんのスタンスなのよ。その育て方があって、やっぱ岸くんはこうやってアイドルをずっと続けてこれたわけじゃん。岸くんのお父さんが熱意を持ってやったのか、あ、勝手にそうなっちゃったのかわかんないけど、やっぱそういう教育の仕方が今の岸くんの性格に繋がってるんだなって思ったのよ。で、あと別のとこで行くとね、これおもろいなって思ったのが、岸くん中学校の頃にジャニーズにこう応募というか、親戚が勝手に応募したんだけど、岸くんその時野球部だったから坊主なのよ。それで参加者が2、300人いた中で一人だけ坊主だったらしい。岸くんらしいよね。もうさ、その状況浮かぶよね。ロン毛とかさ、髪の毛バッチリセットしてる中、坊主の岸くん。超可愛いよね。
で、岸くん自身もどうせ落ちるんだろうなと思ったけど、なんか拾われ続けてジュニアの活動始まっちゃったらしいって言ってるよね。なんかすごいね。そこからやっぱりジャニーさんが岸くんの魅力に気づいてくれたのと、岸くんのその、なんつうのかな、そのスター性みたいなものがやっぱあるよね。で、その後、ちょっとね、岸くんのその、あ、そういう一面あったんだって思ったところがあったんだけど、この記事の中に、デビューについての本当の気持ちっていうところがあるんだけど、ジュニアなら誰でも何度かぶち当たる壁だと思うんですけど、結構本気でやめるべきかなって、やれることは全部やった、後悔しないように常に全力だった、それでも届かないならもうデビューは無理なんだろうなってっていうところがあるのよ。なんなら岸くんバイトをしてた時期もあったらしくて、そのくらいジャニーズジュニアってもの自体すごいけど、そこからデビューまでの壁が分厚すぎて岸くん辞めようとしたんだって。で、それに対してお父さんが、お前の人生だから自分で決めればいいって岸くんに言ったんだって。これすごいよね。もうあと少しでジャニーズになれるんだったらさ、やっちゃいなよ、やりなよって言うんじゃなくて、やりたいならやれ、やりたくないならやめちまえって、こう岸くんに、若い岸くんに判断を委ねさせてるんだよね。それがやっぱりね、お父さんとしての覚悟がマジですげえと思ったね。で、当時は神宮寺くん、神くんも辞めようとしてたんだけど、それをなんか岸くんと神くんがお互い繋ぎ止めてたっていうエピソードがあってさ、もし岸くんが神くん止めてなかったら、そして神くんが岸くんに相談してなかったら、King&Prince がなかったんだよ。やばくない？この過去の岸くんの気持ちが少しでも変わったら、今がいないんだよ。そう考えるとびっくりするよね。で、あと岸くんのその悲しい一面というか、新たな一面として、岸くんはプレッシャーにめっちゃ弱いんだって。で、キング&プリンスのデビュー発表後に、ファンの方はもちろんスタッフさんも5月のデビューに向けていろいろ盛り上げてくれた、だけどそんなみんなの期待に応えられるのかなって、でももし僕がポロッと不安ですって言ってしまったら、きっとファンの人たちの笑顔を曇らせちゃうだろうな、だったらこの気持ちは自分の胸の中だけにしまっておこうって言ってんのよ。デビューに関してめっちゃめちゃ不安だったと。でもそれでもアイドルとしてファンの子たちを悲しませないために、あんなさ、だってさ、もうテレビとか舞台とか映画とか頑張ってさ、ずっと岸くん笑顔じゃん、ずっと笑顔なのに、実はその裏には岸くん不安を抱えてたんだなって思うとさ、なんかこう当時のファンの方とかはさ、きっとうわ気づいてあげられなかったとか、まさか岸くんがそんなこと思ってたんだってことを気づくからさ、ちょっとねここはしんみりきたよね。あんなに明るくてさ、いつでも前向きな岸くんにもそういう過去があったんだなって思ったね。このインタビュー全体的に岸くんの優しいところだったりとか、みんなを引きつける才能とかっていうところがバーっとこう分かってくるような文章なんだけど、ここどういう意味って思ったのが、あのね、岸くんの中でプロと呼ばれることにふさわしい基準って何ですかっていう質問に対して、果てしない気がします、果てしないし、果てしなくそこに向かっていくしかない。少なくともプロかどうかは自分で決めることじゃなくて、周りが決めることだと思うんです。いいこと言うね。いつか言われるようになりたいです、この人の武器はこれだよねって。その時初めてプロです、やっぱ一流と呼ばれるって難しいっすよ、に対しての質問が、じゃあプライベートで挑戦していることって何かあるって聞いたのよ。プロになれるように挑戦してることなんですかってことに対して、もうこの答えがね、本当に意味がわからない。答えいくよ。風呂の中で息を止めることです。最近知ったんですけど、潜水士になるには2分半水中に潜れなくてはいけないらしくて、潜水士になる予定はないんですけど、家で風呂に入るときよく挑戦してますね、自分で時間を計って。どういうこと？岸くんは何のプロを目指してるのかわかんないけど、潜水士を目指してないのに2分半潜水してるのはどういうことですか？説明を求めます、お願いします。1万字の中でね、唯一気になった、大体全部スッキリしたのよ。岸くんすげーやーとか、だから優しいんだ、だからリーダーなんだなって思ったんだけど、潜水士に関する質問が一切ない。その後のインタビュアーさんの言葉が、2分半潜られそう。どういうこと？違う、インタビュアーさん、あなたも天然ですか？違いますよ。2分間潜ってられそうに対して、いやー、シンプルに最近は何秒かわからないんすよね、潜った瞬間ストップウォッチを持ってくるのを忘れたことに気づくんですよ、今度はちゃんと測るので、もし2分半いけるようになったら報告しますね、よろしく。なんこれ、漫才しとんのこの二人は。かわいいね。ここが岸くんだよね、本当にね。最後に岸くんが、今後グループとして叶えたい夢は何っていう質問に対して、これがね、うわ、ちょっと俺も考え改めないとなと思ったんだけど、何かっていうと、シンデレラガールを超える曲を出すことですって言ったのよ。うわ、
深ーと思ったのよ。どういうことかっていうと、超えるっていうのは数字的なことだけじゃなくて、皆さんの記憶の中でも超えるというか、シンデレラガールもいいけど、この曲はもっと好きですでもいいですし、この曲を聴いたら頑張れるでもいいし、とにかくじゃんじゃん超えていきたいですねって言ってるのよ。これはちょっと深いよね。いろんな新曲さ、ホイフルも出たし、ラビーユー踊るように人生をとか、いろんなカップリング曲出てるけどさ、やっぱ一般人の認識って、ああシンデレラガールのグループだよねってなってるじゃん。それを変えていきたいっていうのは深ーって思ったよね。俺はやっぱりアイプロミスとかすごい好きなんだけど、知り合いとかにキンプリ説明するときに、あ、どういうグループなのって言われたら、あ、シンデレラガール知ってる？あの曲のグループだよって言っちゃうんだけど、そこを岸くんは変えたいって言ってんのよ。これね、やっぱ岸くんが現状に満足せず、どん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 これからも頑張っていこうって思ってるのが伝わるよね。俺もこれから言うの変えるからさ、よかったらこの動画を見てる人もみんな変えてかない？まあ岸くんの意識はそれで、他のメンバーがどう思ってるかわかんないんだけど、岸くん担の人はよかったらこれやってかない？あ、ラビーユーのグループだよ、踊るように人生をのグループだよってこう言ってこう。そうしよう。やっぱそうやって意識を変えていくことでさ、岸くんの頑張りにもつながってくると思うからね、ちょっと頑張っていきましょう。そして最後ね、これも改めて、そして最後、私のインタビュー締めくくったところがいいなって思ったんだけど、皆さんの日常の片隅にいつでもいる存在になりたい。一家に一台キング&プリンスじゃないですけど、少しでも元気を与えられたら、それこそ僕らの本望なので、もちろん飽きさせないようにできる子は僕たちの腕にかかってますよね。絶対に飽きさせないから、どうか安心して僕らについてきてください。びっくりマークびっくりマークびっくりマークっていう感じなのよ。やっぱさ、ジャニーズってさ、すごい素敵なグループだし、ジャニーズってだけでもうなんかすごいじゃん。なのに岸くんは今の状態に満足せず、いやまだまだダメっすと、これからもっとみんなを楽しませて、もっと満足させて、もっともっと応援してもらえるように頑張るから、ついてきてくださいって言ってんのがもういいよね。岸くんの優しさと男らしさと、アイドルとしてのプロとしての意識があることがやっぱねいいなって思ったね。これ昨日読んだんだけど、今日もう一回改めて読むとね、そういうことかって感じることもあるし、岸くんのこの一万字のインタビューにもすっごいね、岸くんの人生が詰まってるのでね、よかったら皆さん買ってみてください。そして次回は平野翔くんって書いてあるから、きっと翔くんが次回の一万字インタビューなのかなと思ってますが、編集者さんどうでしょうか。そういうことです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は岸くんが1万字インタビューをしたということでね、雑誌を買ってそのレビューというか感想をねお話ししていきました。概要欄に購入リンク載せてるのでね、よかったら買ってみてください。そしてね、改めて岸くんを応援する気持ちというか、ファンに向けての気持ちが改めて分かってね、すごいねいい機会となりました。本当にありがとうございます。てか明星自体めっちゃええわ。これね楽しいよ。本棚に限りがあるからさ、気になったものしか買わない予定だけど、いいねいいね。はい、ということで今日の動画でした。よかったら概要欄から買ってみてください。普段はこんな感じでキンプリだったりジャニーズだったりオタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok、ポコちゃんもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。チャンネル登録高評価もぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日のザリガニでした。またね、バイバーイ。